多分皆さん今聞いてらっしゃって思ったと思うんですけど、ちょっと難しくて、なんかよくわかんなかったなっていう感じがしてるんじゃないかと思います。あ、そうですか。それなぜかっていうとですね、多分ここにあの原稿いただいてるんですけど、はいはい、あの文章を書いたんじゃないかと思うんですよ。あ、そうですね。あのスピーチ、話す原稿を作る時のもう、大鉄則なんですが、文章を書くんじゃなくて喋るんです。喋ってみるんです。喋ったものを文字を起こしてる、それがそうすると話し言葉になりますよね。でも書き言葉なんですね、はい、だから難しいんです、入ってくる言葉が。だから耳で聞いてるだけではちょっと よくわからない感じがしちゃうっていうところがまず一番大きい、はいはい、これを変えるだけで全然変わると思います、はいはい、外を歩いていて地面に土地の境界を示す目印がもうすごい書き言葉なんですよね、うん、これって話し言葉にすると、はい、皆さん外を歩いててね、地面になんかこう十字の目印って見たことありますって。あれ何かっていうと土地の境界線を表してるんです、はい、こっちから右は山田さんの土地、こっちから左は田中さんの土地、その境目がここですよっていう十字の印、それがこれなんですね。これが話し言葉なんですけど、今マニーさんが書いてくださってる原稿は、外を歩いていて地面に土地の境界を示す目印がついているのを見たことがあるでしょうか。わかります、言葉がギュッと詰まってるの、はい、で山田さんと田中さんの、これもいきなり山田さんと田中さんが出てきてふわってなっちゃうんですね。で目印は金属製のプレートやコンクリート製の釘などがあります。これ全部書き言葉なんですよ、はい、だからもう一回これあの、はい、2回目のスピーチでぜひやっていただきたいんですけど、話し言葉に変えましょう、はい、それだけで全然変わります。